大喜利武蔵です。今日はですね、ヤマトルージュのこの、モアでかけたところをちょっと見ていこうかなと思います。かなりね木が大きかったんですけれども、まあ、無事、細かくできたということでその様子をお届けできればかなと思っております。で日にちが今日が8月の12でもう盆休みですかね、世間は。はい、まあ、そんな感じの日付でございます。はい、ということですね、2メーター半、まあ、3メーター弱ぐらいあった、ね、ヤマトルージュなんですけれども、何回かやってだいぶ綺麗にすき込んでない、今からすき込むんですが、こんな感じでモアでできて、まあこういう風にですね、あの長いところも残ってはいますが、まあ、あんだけね背高いもんなんで、ちょっと隙のね漏れがこう出てくるのは当たり前ということで、ですが、まあ、かなりあの水も切って、今ねあの通路冠水もやめて乾いてるので、トウモロコシの株自体が結構カラカラで、でこうやってもう根元から切ってるんで、これもちょっと何日か3日ぐらい置いといたら、よりね、水分がなくなって、この植物体残差自体も細く、ちっちゃくなるので、はい、とりあえずこうやって日に当てるっていうのが大事ですね。はい、そんな感じで、こっからすき込んでいきます。まあ、こういう状態にはなったよという状、ことです。ちょっと心配してたんですけどね、綺麗に、透けなくて、モアで、細かくできなくて、透くのが問題かなで、次の柵に結構影響出るかなと思って、だいぶ心配はしてたんですけど、はい。で、ここにですね、分解できるような、やつを、入れて、透きます。はい。そんな感じでございます。まあ、いい感じじゃないでしょうか。はい。以上です。はい、ということでですね、一旦ね、こうやって今年のトウモロコシは終わったということで、はい、ヤマトルージュも、こうやって、細かくして、もう株ね、畑もこうやって、もうトウモロコシがあったとは思えないぐらいの畑になりました。はい。かなりね、ヤマトルージュ、後半、最初の後半が良くて、やっぱ中盤ですね、7月の、20から、30ぐらいまでの間、7月の30ぐらいまでの間が、ちょっと調子が悪かったのかなと、思っております。はい。なので、まあ、そこから、またね、8月に入ってから巻き返せたので、ヤマトルージュは、そこはちょっと、冠水、通路冠水したりとか、陽明散布で追いかけたりすると質が良くなって、で、農薬もやっぱちゃんとやらないと、スイートコーンなんで、スーパースイート系ではないですけど、スイートコーンではあるんで、農薬散布しないと、やっぱ虫はつきますし、まあ、だいぶね、この地域もトウモロコシの栽培が増えてきました。で、近くにね、かなり、全部で、この近く、半径、何メートル範囲だな、まあ、キセニアは大丈夫ですけど、ね、半径5、600、もうちょっと、以内にはもう2丁3丁と固まってたりするんで、虫は、ね、飛んできますし、トウモロコシ、普通のスーパースイートが終わった後にヤマトルージュが出てくるんで、結構みんなスイート後のやつがこっちに、待って出てくるっていうこともあり、あの銘柄もね、他の作物になんかついたりっていうのも今年聞いたりしたんで、ちょっとそういう、モアをかけたトウモロコシの後に、飛んで、他の畑に行くっていうこともあったりするので、その影響でヤマトルージュも後半、虫が増えたりしますし、やっぱり農薬散布っていうのは欠かさずやらないと収品が取れない、商品化率が悪いということでね、はい、せっかく収穫するものなんで、製品化をねとりあえず 100%, 100% に近づくようにやればなと思っております。ということで、ヤマトルージュ終わりましたという動画でございます。ありがとうございました。